来年春に卒業する学生たちの就職活動が本格的に始まり、札幌ドームで大規模な就職説明会が開かれています。午前11時から始まったマイナビ就職エキスポは、来年卒業予定の大学生や短大生らが対象で、道内外のおよそ400社が参加する道内最大規模の就職説明会です。今年の就職活動も売り手市場が続くと予想されていて、延べ3800人の学生の来場を見込んでいます。情報系の大学なんで、情報ソフトウェアとかその辺を見に来ました。早期選考とか進んでいる企業さんも多いので、そういった企業さんが一つ内定をいただきたいんですけども、他の企業さんも見ながら自分の志望度が高い企業に最終的に行ければなと思っております。マイナビ就職エキスポは札幌ドームで明日も開かれます。